はい、どうぞ、こんにちは、もち TV です。という、今回はウィニングルバンプ2018やっていきたいと思いますよ。ということで、ついにですね、来ましたね、ICC。はい、シュシュ。いや、来た。イベントとガチャ来ております。あとはなんか、J リーグのやつとか、はい、なんかちょっと来てますけど、まあ、これはまた今度。うん、ということで、まずはね、この ICC の、来ましたよ。162の、ボックスドローですね、はい。はい、こちらの方が来たということで、これね、うん、ボリューム1って書いてあるんで、これね、1週間でしょ ?6 日から23日。あれ?結構あります。結構あるな。でもイベントはそんなに、あの、5万 TP までのイベントなんですよね、見ると。これか、イベントは。イベントはもう早く終わるんじゃないかな。6日から10日ね。あ、そうでしょ。だからね、イベント結構早く終わるんで、これはどういうあれなのか、ちょガチャだけ長く、そうだね、期間持ってるということでね、はいはいはい、まあ、ちょっとわけわかんない感じなんですけど、まあ、ガチャの方の中身、ロナウド、ネイマール、ベイル、アザール、まあ、すごいね。まあ、上は当たりだよね。そうだね。で、ちょっと黒玉の数とか、162分の36ということなんで、うん、4分の1とは言わないけど、うん、結構な確率で当たることはあるんじゃないかと。まあまあ、あの普通に5回回したら、1回は期待十分できる。数、まあ、黒玉が出る確率なんですけどね、うん、まあ、数なんでなかなか熱いんじゃないかなということで ね今回これ引いていきましょうか。じゃあよし、金もでも結構マンジキッチ、アスピリクエイトとか、いや、まあね、強い選手多いからね、いい選手いるんでね、マルキーニョスがいるし、ラビオ、ファンダイク、ファンダイクとかもいるしな、どう無課金、いやー今ね1000円ぐらいなんでね、溜まってるの。まあ、これにまたやってちょっとコイン系のイベント来てるんで、なるほど、それ取っていけるかなみたいな。4回引きはね、1回確率あるから。そうだよね。さあ、ということでまず1回目いきます。さあ、これ20回引いてきてどうなのか。まあ、これでね、大体出るか出ないか。あ、いきなりか。ああ、まあ金ですね。お、アレオラですね。金が一番多くて、その次銀で、その次黒なのでね、これ相当いいボックスドローなんじゃないかなと思います。いい、ね、黒来ちゃう。はい、横ばっか。金が多いよ。いや、はい、セカンド、ああ、ナビルフィキール。さあ、とりあえず3回目、ボリューム1ということは2も来るのか。まあ多分2も来ると思うんだけど、どのタイミングで2が来るか。ズレロイ、いや、横3連続。はい、ディアス、マリアン・ディアスですね。はい、来週ボリューム2出んのか、うん、どうなのかっていうのも気になりますし、まだこれね、結局のところイベントを後で確認するんですけど、うん、ただの5万 TP のツアーイベなんで。おーい、4回目。あ、やっぱあるなー、これあるなー。しょ、4回目ケイン。これボーナス選手だよ。おい、うん、ケインボーナス選手ですね。ケインボーナスなんで、 C 持ってたような気がするけど、一応取っとけば、で後で確認してみたいな、ね、よしよし、ケインボーナスです。ケインとね、ムハンマド・サラ。なるほど。あ、これ、このこれ映ってる選手かな。そうですね、はい、いや、4回来たよ、やっぱり。いや、来た、ちょ、引くかなぁ、無課金でも。どうなの、ボリューム1と2あるけど、どっちがいいと思う。2は、おぉ、ラストディア来た。どあたりですね、これ能力って見てみれば超強いんだよね。銀のターミネーターですわ、うん、ボールコントロール銀です。初期値79、うん、76あって、ディフェンスエース、ボレス77、77、スピード76、死体77、後半7のワンタッチ、ワンタッチバスと低送信アンカー持ってるの。めっちゃ強い、これめっちゃ強い、これ、うん、超強いですね。これも持ってるんで、ね、はい、いや、これ嬉しい、めっちゃだ、ね、5万 TP とかで貯めるからツアーが1週間でしょ、うん、なのにガチャは23日までだから、まあほぼ3週間ぐらいあるのかな。そうだね。ボリューム1、2、3で出てくる。あー、まあ、フィーバー、ちょっと待って、ありえる。あ、バルズアリね。はい、バルズアリどうなんの、来作。あー、ひかな、どうしようかな、迷うな。強いんでね、バルザーリも普通にね。うん、強いね。ちょっと瞬発部分気になるけど、バルザーリってさ、プレイエリアセンターバックだよのみ。ボランチできたっけな。足をどうしても遅いって場合はね、ボランチにこう、あ、あるか、はい、あ、はい、い、結構来るよ。あ、チェンバレンじゃん。はい、チェンバレンも6突してんだよな、これ。なるほど、めっちゃ出た。いや、だってこれめっちゃ良くない、結構。今何回目？162、これで8。あとだから、ね、あと3回。あー、マジで？お祭り？飛行から無課金だよ。お祭り？飛行かな？行っちゃっていいんじゃない？アザルコ。おい！ライタム、ライタム来た、実質ライタム。信頼黒玉。えぐいよね、これ。初期値でさ、
初期値90はあるのやばいね。やばいでしょ。いやボーナス選手かもしれない。いやちょっと待って、あ、違う、え、いやでもえ、ちょっと待って、まだこれ8回目、9回目、20回とか引きたかったな。まあ引けねえんだよな、無課金だとな。でも1000円は貯まったんだよ。おい、ちょっとお前神へい。バランはでもどうなんだ、復活してないんだよね、まだ。え、神じゃね、これはかなりやべえ。はい、バランも相当いいな。そうだね、いや当たりばっか来るなぁ。すごいんだけど。俺も欲しくなっちゃうよ。いや、うん、なんかもう全部来ちゃう、来ちゃう。いや、まあ金も多いしね。アスピリ。アスピリも？おー、はい、フェルトンゲン。ちょっと待てよ。一本で決めたよ。やばいコールだったな、あれは。いやちょっと待って。無課金でもなぁ。どうする？ただこれ23日まであるでしょ。はい、あれ、ちょっと貯めて2000円ぐらいになったら引こうかな。待って、まあ、黒は2体か、うん、ケインとセミクロ今1000円なんだよな。お、はい、横ずるい、カバジェロ、カバジェロか。いやすごいね、でも4回に1回はなんか来そう。いや来てて来て来て来てたもんね。来てる来てる来てる、この感じ。でも確率通りというかあるんだよな、大体の可能性。ただ金でもいいし。あ、おーい、ずれろ。うわ、楽しい。あ、うん、チャルハノールじゃん。ねえ、コナミのミランで。なんかあの、パーツナクルトルコリーグの。なんかあれ、親善大使というか、なんだっけ。チャルハノール。普通に、トルコリーグってなんか入ったんだよね。入ったよね。そうだね。チャルハノールが、はい、確か、アンバサダーだったっけ。うん、なんかそういう、ファルカオとかと一緒。そうなってたね。普通に。え、すごいよ。ブラックボールの確率。今何回来て3回今ね、3人そう、2回かな、今トラオレ。あー、はい、ベルトラ、トラオレね。え、ちょっと待って、次で来るよ、多分4回目じゃん。うん、そうだよな、だいたい4、5回目そう、次かこの後ぐらいに、あ、ベンタンクール。まあ、ベンタンクールね、俺知らない、うん。ベンタグルね、ワールドカップでね、出てやってましたけど。これはね、そこまでね、そこまで保有できない。まあ、これで来るんだよ、ほら。うわー、まだー、え、5回目？あー、じゃあ5個まで貯めるか。4回が5回で来るんだよ、ね。で、5個まで貯めようかな。やるのかな。5回だと、何円だ ?1250円。アレックス・サンドル。これね、結構強いんですよ。アレックス・サンドルって意外と。前もできるよ、これ、薄けりゃ意外と微妙かなと思うじゃん、うん、181cm あって、このスペシウムあって、スタミナあって、しかもかつ上の能力も結構高いんですよね。そうだね、うん、まあ、5なんですけど、言うて、ただまあ普通に要はマルセラとは結構対照的な選手でね、マルセラ身長低いけどみたいな、でサンドル181あるからね。でもマルセロはあれじゃん、マルセロも足元めっちゃある。そう、上の能力はもっと高いのかな、マルセラの方が。5回引くとやっぱ1回来てるな。お待ち、お待ち、マジ強いんだよ、マジで。いや、マジ強えよ。ボール出しとスタミナ部分えげつないの、これ。もともと黒だった選手だからね。うん、スタミナ90あるもんね。チェイシング持ってるしね。これがいいっすね。いやー、マジか。ちょっとでも、これ引きたくなっちゃう。なっちゅう。無課金の、でも5回 ?5 回に1回か、結構あるって。ほら、来た。ボーン！ペーン！ボーン、ゼラ！かなり可能性があるな。いや、これは。ただまあ、黒の量も多いんだけどね。ただでも、いいじゃん。ドン！まあ、ディバラさん来るよね。え、まあ、ディバラボーナス選手だったっけな。いや、っぽいっしょ。ディバラもな、ライザーが強くなりそうな感じするんだよな。なんか強くなんじゃないの、確か。あ、でも待って、アルゼンチンの能力ディバラ出てなかったっけな。でした。なんか確か強くなるみたいな。耳にしたことない。なんだ。これ、まあ、普通に入れておきましょう。チャンスメーカーなんだよね。セカントップね。チャンスベイがセカンドトップ結構欲しいんだよ、実は強い。さあ、あと何回だ俺。まだ来てるよ。まあ来ちゃったりして。いや、まあまあまあ、お休み金もあるよ。金ペペ、金の実質。いや、強いからこれ。昇格。これめっちゃ強いんだよね、金ペンペも。結構強い選手多いな。ちょっと待って、ここ当たりやん。それも持ってるのかな。それマジか。あとね、今何回やった？あと、要は8回目引いてるね。162だから。あと2回。あと2。
出せるかな。ちょっと待って、何人出た？ 4 人は出たよね。4人は出たよ。あんなに黒が連なってことあんだな。すごいな。誰誰誰誰。はい。あ、カリウス。カリウス。カリウスなんか新しいキーパーね。アリソンね、アリソン。活躍してた新しいキーパーが。うん、いやでもどうなんでしょうね。うん、アリソンが出んのかな。コンディション程度ちょっと悪くなっちゃったりとかするのかな。わかんないけど。カリウス、まあまあドイツだよね、カリウスも。うん。まあ、でもリバプール補強すごくねえからね。すごい、ナビゲーター、うん、マジで普通に優勝しそう。強いよね。強いよね。はい。あとシャキリもね。あー、うまみ。ちょっとマジでエリクセン。なんかあれだな。まあ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 、まあ、ガツンとして、いやトニクロ来てるからお前何がガツンとで。リバルも来てる。あ、結構薄いとこ多いんだな。リバルも来てますよ。うん。ディバラライじゃないでしょ、ライソン。ライじゃないけど、多分相当強いでしょ。この選手は、もっ、一応入れとこうか。うん。ということで、これで20勝見てみてくんね。何出たか最後に。6個出たわ。うん。ちょっとお見せしてくんね。6個出た。黒。すごい、すごい、すごい。まぁ、ちょっと上の方来なかったですけど、1、2、ラモス欲しいね、地味に。3、はい、4、5、6。6。まあまあまあ、いや、これすごいよ。え、6体出た。すごい、20連で6体。え、ってことは、ほぼ5分の1ぐらい。そう。5分の1だったら丸々来て、4分の1で来てる、ね。4回か5回回せば。4分の1で来てる。4分の1よりもっといい確率で来てる。うん、1個おまけ来てる。回せばまあ来るみたいな。4回まあ回せば。ええ。来てくるよ、みたいな。まあちょっと上引きたかったけど。いや、俺マジかどうしようかな。見てるよ、ロナウドは。見てるよね。すごい見てんだよね、さっきからロナウドが俺のこと。すっげえ見てるよ。やるかって、うん。お前も無課金だけどやるかって。そう。いや、俺ね、今1000円ぐらいなんだよ、貯めてんのが。でも、イベントとかやってけば。そう、イベントが来てて、VS ユーザーのイベントが、そうだよね。もう一個このやつ来てるんで、無課金の人でも、結構出るよ、これ。まあ、俺別になんか本当にこまめに貯めてただけだし、そうそうそう。いや、これマジで、どうなる？えげつねえな、このガチャ。いや、これ結構すごいね。すごいガチャ来たね。だいたい4回、5回回せば、まあ1体は来るみたいな。そうだね。うん、4、5回回せば、だいたい1回は来る。ちゃんとそういう風になってるから。超有料ガチャだと思いますね。これはめちゃくちゃいいガチャなんでね。まあ、黒玉何が出るかはまだわかんないっていうところありますけど。まあ、コインもこれで30。ゲットできて、150か。追加できるんで。まあ、1回は回せる？あ、ダメか。1回回せないか250だもんな。またオンチャラ早く来いって思っちゃうね。そうだな。でもガチャの期間が23日ぐらいまであるんで、結構長いですよね。そう、だからそこで貯めてみたいなのはできますね。そうだね。といった感じでね、まあ、今回ね、まあ、ようやっと ICC のイベントガチャ来ましたんでね、うん、まあ、ここからちょっとね、楽しく、まあ、イベントの方の動画はもちろん撮りますけれども、はい、まずはガチャ引いてきたということで、結構マジでいいガチャなんでね、うん、皆さんもね、何が出たかみたいな、はいはいはい、あればぜひぜひコメント欄で、ね、教えていただければ嬉しいです。ということで、また行きましょう。ボー